皆様、大変お待たせいたしました。ただいまより、Learn about Okinawa's History, A Historian and Elder's Insights on the Battle of Okinawa を開催いたします。ご参加くださり、誠にありがとうございます。We are pleased to hold Learn about Okinawa's History, A Historian and Elder's Insights on the Battle of Okinawa. Thank you very much for your participation. この講演会は、慰霊の日を迎えるにあたって、沖縄、そしてオイストのある恩納村について学びを深めるために企画されました。テーマは沖縄戦と当時の恩納村です。This talk is organized to help us learn more about Okinawa and Onna Village, where Oisto is located, as we are approaching to Okinawa Memorial Day. The theme is the Battle of Okinawa and Onna Village during war.プログラムは、まず、恩納村博物館歴史編纂係の瀬戸隆弘様より、沖縄・恩納村の歴史概要をお話しいただきます。そして、戦争体験者の山内照信様にもご登壇いただき、お二人の対話形式でお話を伺います。About the program, Mr. Takahiro Seto, Onna Village Museum Historian, will give an overview of the Battle of Okinawa.And the war in Onna Village. Afterwards, Mr. Terunobu Yamauchi, a war survivor, will join the panel and talk about his experience in the dialogue. 最後に質疑応答の時間を15分ほど設けております。事前に頂戴した質問からもいくつかお伺いできればと思っております。There will be 15 minutes for Q&A at the end of the talk.There are questions we have received in advance. Hope to ask some of them as well. So the talk will be in Japanese, so please put your earpiece on for your interpretation. それでは、はじめに、オイスト広報ディビジョンダイレクターの松本夏樹よりご挨拶と、講演者の紹介をお願いいたします。First of all, 夏樹松本、Director of Communication and Public Relations,Of OIST would like to say a few words and introduce the speakers. Natsuki-san, please. みなさま、本日は広報ディビジョンの企画にご参加いただき誠にありがとうございます。今ご紹介いただきました OIST コミュニケーションディレクターの松本と申します。6月23日慰霊の日は、沖縄県が条例で記念日として定めた沖縄戦犠牲者の霊を慰め、世界の恒久平和を願う日です。広報ディビジョンでは慰霊の日を迎えるにあたり、オイストが位置する恩納村や沖縄について沖縄戦の歴史も含めもっと知りたいという気持ち、また私も東京出身ですが、私も含め県外や国外出身のオイスターズにもぜひ伝えていきたいという気持ちからこの企画をこのイベントを企画いたしました。本日の講演会が実現できたのは、恩納村役場の皆様のご協力とご支援があってこそです。沖縄恩納村について学ぶ機会を作りたいという思いに快く応じていただき、調整をしてくださりましたこと、改めて心より感謝申し上げます。今、司会からもご紹介がありましたが、改めて本日お話をいただくお二人を私からもご紹介させていただきます。まず、沖縄戦研究に従事しておられる瀬戸隆弘様です。瀬戸様は兵庫県神戸市のご出身で、1992年に沖縄に移住をされました。現在は恩納村博物館に勤務をされており、昨年度発刊された恩納村史の戦争編も担当されました。ツアーガイドやフィールドワークなどの活動も積極的にしていらっしゃいます。続きまして、恩納村中泊ご出身の山内照信様です。幼少期にご経験された沖縄戦に関して、ぜひお話を伺いたいという私たちからのお願いに快く応じていただきました。瀬戸様、山内様、本日はお二人のお話を伺えることを大変私個人的にも楽しみにしておりました。改めてオイスターズに貴重な機会をいただき、御礼を申し上げます。それではまず瀬戸様からどうぞよろしくお願いいたします。For the interpretation, it's channel number 2. Please adjust as needed. は
はい、じゃあどうも皆さんこんにちは。今回こういった企画に、私が来ましてお話をいただく機会をいただきまして本当に感謝をしております。ありがとうございます。今日はプログラム全体で1時間ほどということで、ある意味短いんですけれども少しでも皆さんにこの沖縄戦恩納村の戦争について少しでも理解をしていただいてですね、そしてこのオイスタで、この戦争があった場所ということをぜひご理解いただければよろしいかと思います。よろしくお願いします。はい、それでは進めてまいります。早速ですけれども、沖縄戦から何を学んでいくかということで、いくつかそのまとめというか概要をこれからお話しまいります。で、沖縄戦というのはですね、日本にとっては勝ち目がない、いわゆる捨て石作戦、もうこの沖縄戦が始まる段階ではもう日本は敗戦がほぼ決まった状態でした。まあ、ほぼというかもう敗戦はもう決まった状態だったんですね。しかし当時の日本をまとめるいわゆる天皇制と言われるその社会国家の仕組み、これが戦争に負けることによってひっくり返ってしまう、そういったことを何とか防ぐために当時戦争を始めた当時の指導者の層がですね、交渉して時間を稼ぐ、そういった役割目的があったわけです。この数を見てもらっても分かりますように、日米の兵力が全然違うのが分かると思います。アメリカ軍は54万8千人、当時の沖縄県の人口が約50万人ぐらいだと言われていますから、それを上回るこの太平洋戦争の作戦で最も多数の最も多い兵力で押し寄せてきました。それを迎え撃つ日本軍は13万人です。圧倒的な兵力の差があるわけですから、普通であればもう戦争すること自体もう負けは分かるわけですけれども始めたわけです。つまり一日でも時間を稼いで本土で戦争するための準備をするための時間を稼ぐ、だからこの小さな沖縄で戦争を始めていったわけです。沖縄を盾にして防波堤にして戦争を始めたということです。で、この疎開とか、じゃあ住民はどうなったのかっていうと、まともな疎開も避難もできずに戦場に巻き込まれた、戦争に巻き込まれて多くの人たちが亡くなりました。この写真を見ていただくと分かりますように、一番左の男性約70歳ぐらいだと言われています。真ん中の少年15、6歳です。一番右端は14歳ぐらいだと言われています。子どもからお年寄りまでありとあらゆる足腰の立つ人たちが戦争に動員されていったということです。これは捕虜となって捕まった時の様子です。実際にこの部隊、日本軍の部隊に入っているわけですから、どういった状況だったのか、日本軍の部隊の情報はないかという尋問を受けているところですね。あどけない少年の表情がうかがえます。で、どういった役割を担ったのかということで、少し小さいかもしれませんけれども、いわゆる日本軍の部隊に入って切り込み、武器を持って、敵に、アメリカ軍に突入していく、それから通信隊、有線無線、要するに情報を伝えるための伝令の役割です。それから、女子はですね、一番下の方ですけれども、傷病兵、負傷した兵士の看護をする、そういった役割も担いました。ですから子どもたち、学問、学ぶことが本業、要するに、教育をちゃんと受けるべく、保障される人たちがこういった戦争で動員されていったということです。で、これはですね、大変厳しい、状況なんですけども、日本兵による
沖縄の住民の虐殺事件が起きたということです。沖縄戦が始まる前に戦争する準備として沖縄中にいろんなこの基地を作るわけです。ですから住民はこの軍隊と同じ機密情報、秘密の情報をもう同時に持っているようなもんでした。ですからアメリカ軍が上陸してきたときに住民がアメリカ軍に投降したら軍の情報が漏れるということで、この沖縄県民をスパイとみなして、それをそういったみなした住民を殺していったんですね。同じ助けてくれるはずの、要するに友軍といわれる自分たちの助けてくれるはずの軍隊から殺されるという、そういった痛ましいことが起きました。一例を申し上げますと、北部の大宜味村、大宜味村のトノキアというところではアメリカ軍に投降した住民が日本兵に砂浜で集められて、そこに手榴弾を投げつけられて、記録では35人の住民が犠牲になりました。なんでそんなことをしたのかというと、日本兵は住民が米軍から食料をもらったり投降して、結局そのもう戦争じゃなくてですね、戦後の生活を始めていたわけです。そうすると山の上から見ていた日本兵は、自分たちはまだ山の中で戦争を続けているのに、なんでこいつらはアメリカ軍、敵であるアメリカ軍から食料をもらっているんだというようなことを考えてですね、そして彼らをスパイとみなして殺したんですね。これは一例ですけれども、数百、それ以上のですね、犠牲者が出たと言われています。これは絵の説明なんですけれども、これはガマというですね、自然の洞窟です。ガマという自然の洞窟に避難していた時の様子を当時8歳の少年が思い出してですね、その後絵にしたものなんです。この真ん中にいるこの女性、この女性が抱いているのは赤ちゃんです。当時沖縄では男の人たちは兵隊に取られ、家族の支えとなって動いていたのは女性でした。ですから避難するときにも子供を抱いて、小さい子供を抱いて避難をしていたわけです。しかし入ったガマにはたくさんの人がすでに避難をしていたんですね。そうすると赤ちゃん、こんな暗いところで泣きますよね。環境も悪いですし、ジメジメしてますし、そういった泣く赤ちゃんをあやすんですけど、なかなか泣き止まない。そうすると周りから泣かすな、この赤ちゃんの声が、赤ん坊の声が外に出て敵に見つかるだろう、そういったとても激しい言葉でですね、なじられて、お母さんはじっと子供の口に手を当てていたそうです。普段は優しい人たちが戦争状態になると、こうやって極限状態ではガラッとこの性格が変わったように攻撃的になってしまった。この8歳の当時の少年の人はですね、やっぱり戦争というものが引き起こす恐ろしさの一つじゃないかというふうにおっしゃってます。ですね、この激しい爆弾が落とされたこと、このことについては後で少し触れますけれども、多くの住民が犠牲になりました。この写真は子どもがですね、アメリカ軍の砲弾で命を奪われた写真です。これはですね、沖縄のお墓、皆さん沖縄に、今いらっしゃって大きなお墓ですよね。当時避難する場所がなくてお墓に逃げた人たちもたくさんいたわけですけれども、
そこに逃げるんですが、その墓に爆弾が直撃をして、その中にいた、これ女性ですけれども、分かりにくいんですが子供もちょっとそばにいるんですね、犠牲になった写真です。これは本当に一例でですね、たくさん今写真でも多くの犠牲になった人たちの、様子が伺えます。で、結果としてどうなったかっていうと、一般住民が、実際の軍人よりも多い犠牲が出たということです。兵隊同士が戦っているようなんだけれども、実際にはもう沖縄では住民を巻き込んだ戦争によって逃げられなかった人たちが次々と犠牲になっていったということです。先ほどの写真のようにどん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 犠牲が増えて、結果的に、兵隊の数よりも住民の方が、この犠牲が12万人以上だと言われています。でもこの数はまだ確定していません。残念ながらこの数を確定することはできないだろうと言われています。約3ヶ月間、実際には5ヶ月間の戦闘で12万人以上の犠牲が出たということです。で、もう一つですね、これは本当に詳しいお話をしたいんですけれども、実はこの先ほどのスパイっていう話をしましたけれども、この戦争に反対をしたり戦争についてあまりよく思っていない人たち、また外国から戻ってきた人たち、沖縄は移民圏でしたから外国に行って戻ってきた人たちも多くいたわけですね。そういった人たちが実際に戦争になるとスパイになる可能性が高いんじゃないかということで、日本軍は目を光らせるわけです。でも自分たちだけの力ではできないので、民間のスパイを見張る機関、防庁といいますけれども、そのスパイを防止する組織を作って、一人一人住民が住民を見張るという、そういった国士隊というですね、組織を作りました。実際にこの沖縄本島の北部では日本軍がそのスパイリストを持って住民を殺していったという証言も残っています。そのリスト自体は残っていないんですけれども、住民がそれを見ていたということで、実際軍隊だけじゃなくて住民もそこに入っていく、だから軍官民一体となってスパイを見張る、相互に監視をする社会が出来上がっていたということです。こういったことを踏まえて沖縄戦前夜ということで次に移っていきます。戦争する上でもちろんこの物、軍事力を高めるというのはありますけれども、やっぱり人々のこの戦争に向けるこの気構えとか精神的な、そういった戦争を協力するような、体制を作っていく必要があったわけですね。例えば個人主義であるとか、それから社会主義思想、そういったことへの弾圧がどんどん強まっていきます。で、一方で当時、日本は日本の憲法では大日本帝国憲法という憲法下では天皇が一番トップにいます。で、戦争する上でその天皇に尽くしていく国民をどんどん養成していく、そういった教育が強まっていきます。で、ここでこう3つのスローガンがあるんですけれども、国民精神総動員運動ということで、国民が全員が一体となって戦争にこの邁進していこう、進んでいこうという、そういった運動が始まります。一つは挙国一致、国を挙げて協力していこう、それから陣中報告、とにかく国に尽くしていこう、そして兼任自給、これは我慢をして、ちょっとのことでも我慢して戦争に勝つまで、国民が辛抱して協力していこう、今から思えばこんなことは許されないわけですけれども、一人一人の個人の生活であったり考え方であったり、そういったものが、抑圧されて戦争の体制を作っていったということです。これは
その大会のですね、様子ですね、当時の写真です。で、いろんなポスターが作られていきました。これはですね、軍用機献納運動といってですね、国の税金、国民の税金じゃなくて、個人が寄付をして飛行機、戦闘機を作っていこうという運動です。で、その戦闘機には番号が打たれて、名前が書かれて、要するに自分の寄付したお金がこの飛行機に、戦闘機に使われているんだっていう、すごい国民をこうどんどん協力してるんだという、そういったこの、運動をしていくわけです。ですから、自分の使ったお金が戦争にちゃんと協力して使われてるんだっていう、さらに戦争に協力していこうというこの運動につながっていったわけです。これは貯蓄報告です。皆さんも、ね、貯金をされていると思いますけれども、これは戦争の資金を作るために国民一人一人が貯金を進んでやりましょうということで、積極的にこういったポスターが作られました。これ見たら分かりますように、飛行機で軍艦ですよね。皆さんの貯金、国民の貯金がこういったものに使われるんだから、積極的に貯金をしようという、そういったポスターです。これは、一本の釘も粗末にするな、一本の小さい釘でも金属の一部として兵器の一部になるから無駄にするなよということで、そういったポスターです。この写真何か分かりますかね。真ん中になんか小さい白いものになんか赤い丸がありますけども、これ日の丸弁当です。ご飯に梅干し1個だけです。皆さん今日もね、ランチを捉えてきてますけども、このお弁当じゃね、腹の立ちにもならないでしょうけども、こうやって戦地では兵隊が頑張ってる、だから私たち国民も、これ15っていう言葉が書いてあるんですけども、戦場の現場じゃなくて、それを支える、国民は贅沢をするなということです。こういったポスターは一例ですけども、次々と作られて、国民もそれにこの頭がどんどん切り替わっていくわけです。次はですね、これ方言札と言います。これもう世界中の言葉はそれぞれの地域で言葉があるわけですね。沖縄でもそれぞれの地域の言葉があります。でも戦争を進めていく上で、標準語を喋られないと、実際の戦場であったり戦争に突き進んでいくときに、いろんな言葉を喋ってコミュニケーションが取られないのではダメだということで、その学校で方言を使った子どもに、その罰として札をかけて、要するに方言を使うことは恥ずかしいことなんだ、ダメなんだよということを徹底して、徹底させた運動です。ですからこれを持ってると悪いことをした、自分の地域の言葉、もともと残る沖縄の方言を使うことはダメなんだっていう、すごくその子どもたちの、教育というか、気持ち、精神に大きな影響を与えました。それから、沖縄風の名前を変えるという、そういった運動もしました。島袋さんを島田さん、中んだかりさんを中村、沖縄独自の、沖縄にもともとあったこの土着というんですかね、沖縄独特の名字すら、この日本風、日本の、大和風の言葉に変えていく。ですから、沖縄の独自の文化とか、こういった風俗がどんどん否定されていく、そういったことも、進んでいきました。さて、じゃあ、今前提をちょっとお話をしたんですけれども、今から恩納村の話を少ししていきます。恩納村はですね、皆さんもご存じで長いです。27キロという
大変長い地形で、とてもそれぞれの地域で体験が異なります。それと、後でお話をしますけれども、このオイストがあるところから少し北に行きますと女岳という、大きな山がありますけれども、そこが住民が多く避難した場所であり、ゲリラ戦をした部隊がいた拠点となりました。山の中での戦争が起きたという場所だったんですね。それから、山の中の戦争のもんですから、逃げ回るわけです。逃げ回れるわけですね。つまりアメリカ軍も一気に攻めることはせずに、少しずつ少しずつ攻めていくわけですから、投降する人たちもいっぺんに投降するわけじゃなくて、もう山路を逃げ回ってですね、終わりがない戦争に入っていくわけです。ですから実際に戦争が終わった、いわゆる日本でいうその8月15日の敗戦記念日、敗戦の日よりも後に恩納村ではまだまだ逃げ回っている人たちもたくさんいました。で、実はですね、これ赤字にしたんですけれども、今日私がお話ししている話というのは、いろんなこの資料とか、今からお話しいただきますけれども、この体験者の方のお話とか、いろんなそういったことを調べてお話をしているわけですけれども、一番大事な現地に行って現場に行って調査をして、そこに何があったのかということができない状態です。なぜかというと、これアメリカ軍の今キャンプハンセンという海兵隊の演習場があります。そこが全部フェンスで閉められているものですから、そこに一切立ち入ることができないんですね。中には戦争で亡くなった時の遺骨も残っているようです。ですから、そういった意味でこの恩納村の戦争は、まだまだよくわからないことがたくさんある、そういったことも少し、止めておいていただきたいと思います。で、戦場となった恩納村と住民ということですけれども、これはですね、沖縄本島の地図ですけれども、ちょうど真ん中あたりですね、4月の1日にこのアメリカが上陸をします。上陸をする前のこの砲撃の状況ですけれども、その上陸するところにたくさんの爆弾を撃ち込みます。で、この今左の下に出てるこちらですね、上陸する前に艦船をですね、船を沿岸に近づけて上陸する状況です。アメリカ軍が、沖縄戦で投入したこの船の数というのは1500隻と言われています。その船の様子を見ていた証言を、いろんな方から伺いますけれども、海が真っ黒に見えたって言います。海が真っ黒に見えて、もう本当に海の色が見えなくなったというような証言をされる方もいます。歩いて渡れるぐらい船が締め切ってた、そんなことをこう証言で、体験証言される方もいらっしゃいます。で、先ほども言いましたけれども、恩納村はですね、長いもんですから、それぞれの地域で、戦場の様子が違います。上陸地点から近い、ところで言うと、早く投降して戦後の生活が始まりますけれども、山に入っていく人たちは全然戦争が終わらずに逃げ回るわけですから、2ヶ月も3ヶ月もその恩納村の中を逃げ回る、そういった状況で、その、一人一人の体験がだいぶ違う、そういったことも言えます。で、今前段をちょっとお話ししたんですけれども、今からですね、今日は山内照信さんというですね、先ほどご紹介いただきましたけれども、実際体験をした山内さんのお話を今から聞いてですね、どんな体験だったか、ということで、で、ちょっと戻りますけど、山内さんの体験はここですね、今2番目のこの辺りでの体験ということで、比較的
アメリカ軍が上陸してから早い時期に戦争が終わった場所での体験ということで、今からお話をいただきます。はい、じゃあ山田さん前に、どうぞ、はい、いらっしゃいください。はい、じゃあよろしくお願いいたします。はい、じゃあ山田さん、当時の様子をちょっとお伺いしたいんですけれども、沖縄戦が始まる前の状況について教えていただけますか。はい、いや、今質問をされましたけれども、中泊には民家が広いところに日本軍が寄宿していました。で、その日本軍の軍人たちは近い山のところに避難後にできるような穴を掘っておりました。で、残りの兵隊たちは中泊の近くの浅瀬のところに直径10センチぐらいの松の木を切って運んで、ふんどし一本で号令をかけながらこの松の杭を立てておりました。後から聞くと、その松の立てた目的は米軍の船がそこに上陸してくるのを阻止するためにというようなことであったようです。実際にその松の木で防ぐことができたんですか。松の木で防ぐことができましたか。はい、そうですね、そんなに完成まではいってなかったと思いますけれども、アメリカの飛行機はそれが兵隊と間違わってなかったと思いますけれども、とにかく障害物だというようなことで、そこにも飛行機からの爆撃をしたようであります。それはなぜかというと、その周辺に不発弾が落ちているような状況がありましたので、そういうことが推測されます。戦争が始まって山内さんはどういったところに避難してきましたか。44年の10月とか空襲が始まりました。朝起きて、兵隊たちが寄宿している近くに行くと、兵隊たちも最初は日本の飛行機だというような感じを持っている態度でしたけれども、後からはこれは米軍の飛行機だということで大騒ぎになりました。で、私たちは小さかったのですので、空襲警報と聞こえてきたら、今は僕たち小さいから大人の言うことよく聞いて、騒がないで落ち着いて防空壕に行きましょうという歌を私たちは友達間で歌っておりました。そして、当時は簡単な両兵が掘った塹壕、その中に私家族たちは避難しておりましたけれども、空襲もひどくなって、他のところに行くようになりました。実際に入った、大きな壕は
ガマですね。ガマはどういう場所でしたか。はい、その自然号で、名前はチンバタキというふうに呼ばれておりました。そこに移動していくとたくさんの古民たちがそこに避難しておりました。その自然号が大きいもんですから、そこにはコウモリも生息しておりまして、私たちの頭上を飛び通っておりました。そしてそこの方はジメジメしたような、非常に気持ちがそんなに良くないような状態で、足を伸ばして睡眠を取れるような状態ではありませんでした。私たちはゴツゴツした家がのところで背を後ろに反らして、仮眠をするような状態で、過ごしておりました。そこにアメリカ兵がやってきたんですか。避難しているところにアメリカ軍が、はいはい、そうですね、4月の45年の4月1日にはアメリカ軍は読谷に上陸をしております。その 2,3 日後にはアメリカ軍は北部に進軍してくるように分けられておったと思います。多分中泊に着いた自分は2日ぐらいの後だったと思います。その時期に米兵が壕の入り口近くまで寄ってくるようになりました。そこで、気の強い婦人がいて、私が竹槍を持って兵隊と戦ってくるというような状況もあったようですけれども、周囲の大人たちが危険だから行ってはいけないというような阻止して、その婦人は諦めて、黙っているような状態でしたね。もし本当に竹槍持って攻めていったら大変なことになってましたよね。そうでしょうね。そういう抵抗する人がいるというふうなことがなって、手榴弾とかそういう武器で私たち住民たちは殺されていたんじゃないかなというふうに今思い出します。で、アメリカ軍はその時に何か働きかけをしたんですか、持ってきたんですか。そうですね。で、大人たちは敵の兵隊でも子どもたちには何もしないだろうというようなことで、私たち子どもは4名ぐらい壕の入り口に行くと兵隊がおいでおいでと手巻きしておりました。で、私たちは近くまで行くとお菓子を私たちにあげようとしておりましたけれども、私たち子どもは敵兵があげるものは毒が入っているとか、あれは危険だから手にしてはいけないというようなことを言われておりましたので、躊躇して距離を置いて、立っておりますと、この兵隊たちは自分でそのお菓子を口にして、食べておりました。そして私たちはそれを見て、ああこれは毒も入ってないんだ、食べ物だということで近づいていったら、あげてくれて、私たちも口にしました。食べたことのない甘い食べ物でしたので、非常に、何と言うんでしょうかな、腹が満たすような非常に満足を持ちました。それでそれをお菓子を持って壕のところに行って大人たちに見せると、ああ外はそんなもんか、食べ物もくれるんだかというようなことで、中に避難していた大人たちはもうここで我慢するよりも出て行った方がいいというようなことで、出るような
形になって出てくるようになりました。これが山内さん出た写真ですよね。はい、そうですね。投稿してガマから出た様子です。この丸が山内さんですね。あ、そうですね、はい。兵隊に誘導されて私たちはそのガマから出て、部落近くの今写真に映っているところのところの場所に写真が写されたようです。でそこに写っているこの小さい子が私です。これは頭の方に特徴があってすぐに自分だということが確認できました。で前の方にいるうちの父のいとこ、そしておじいさんの弟、そして他には隣近所のお母さん、そしてお兄さんも写っている写真の場面です。この後山内さんはどちらに行かれたんですか？そうですね、その後行く途中に兵隊たちは重機を持って昔の道路を広げている作業に従事していました。そこで重機で岩を片付けているものを見て鉄の塊が動いていると非常に私たちはびっくりして、そこからめいめいのうちは焼け出されておりましたので私たちは学校に集められました。その学校にどれぐらいいたんですか？何日ぐらいいましたか？そうですね、多分3、4日かもっと短かったんじゃないかなと思いますけれども、その学校の教室には那覇からの避難民を受け入れるために食べ物や衣類がそこに準備されておりました。集団で移動してそこを利用するというような状況ではなかったようです。めいめい那覇の人たちは避難したようで、その食べ物や物を私たちはに恵まれたというようなことになります。で校庭には、テントが張られて、そこには傷病兵がテントの下に生活しておりましたけれども、夜になると悲鳴とか叫び声が私たちが寝ているところまで響いてきて大変恐怖感を感じた時がありました。その後お家に戻ったんですか？いや、もうお家にはもう焼けておりますので、集められた住民は米軍のトラックに乗せられて、そして収容所の石川に行きました、着きました。石川では、広いお家の中にみんな分散されて収容されるようになりました。その広いお家にたくさんの人たちが押し込められてたってことですか？そうですね、若い人たちはうちの兄貴も二人も特別に集められた場所で集められている人たちは避難民の食べ物のを集めるというような仕事に従事してまいりましたね。なかなか厳しい生活だったんですね。そうです。で、そうこうしているうちに夜は多分石川だけに残っている廃材兵が夜になると石川の兵隊たちが野営しているところに物を探しるとかあるいは襲撃するかではなかったと思いますけれども、その中の
兵隊が米兵に撃ち殺されてうつ伏せになっているところの兵隊が死体があって、年上の人たちと一緒にそれを遠巻きに見ておりましたけれども、私は初めて兵隊の死体を見た時です。そこには周囲には鉛筆が立って誰も手を触れることができませんでした。多分見せしめのためではなかったかなというふうに今推測します。山内さんが収容されて戦後の生活が始まったと思っていたんだけれども、まだまだ戦争は続いていたんですね。そうです ね、収容中も南部で、捕虜された兵隊たちがトラックに乗せられて夜間の収容所に向かうトラックの戦列があって、私たちは道路に行って、手を振ったり、そして中には自分の家族のお父さんやあるいは今日兄貴だというようなことが分かって、そして喜びに浸っているような様子も私たちが目にすることができました。収容されてどのぐらいで元の集落に帰れたんですか？そうですね、46年の年始めではなかったかなと思います。私たちの中泊まりでも本島内では基地がすでにできたようなところの集落は移動ができませんでした。恩納村の集落はややそういう米軍の基地がありませんでしたので、既存してそこで大人たちは共同で炊事場も作って、そして共同作業で、芋作りとかも従事するようになって、私たちの家族は、お父さんは留守中でありましたので、私たちはテントの小屋の中に多分3家族ぐらい、生活しておりましたけれども、その時に父は夜間には収容されずにすぐ捕虜になってハワイに連行されたようであります。それで、先にハワイから帰った恩納村の人が私の家族の名前を告げて、元気かもしらんから伝えてくれと、ハワイに残って元気だよということで、それが耳に入って私を安堵感しておりましたけれども、そうですね、最後の向こうからの引き上げだったようで、最後に中泊まりにお父さんは来ました。父はその留守中に養父も亡くなっているし、一番上の私の一番上の兄貴も交通事故で大人と一緒に、あの当時うちが焼けておりましたので、2x4 という骨組みの材料を作っているところからそれを運ぶのを大人たちと一緒にやっている途中に、その運搬する車が転落して、亡くなっております。母から聞くと、その当時は病院の施設も近くにはなくて、十分看病させられる形で、兄貴は水をくれよ水をくれよと言っていたようですけれども、周囲の人たちを出血人に水をくれあげたらすぐ死んでしまうよというようなことで水をあげなかったようであります。はい、もっとお話を伺いたいんですけれども、はい、山内さん、今から振り返って、ご自身であの時の戦争、どういった感じで振り返られますか？そうですね、私たちの生まれた昭和12年ですから、当時は
日本軍が勢力が強くて中国やあるいは南方方面では海軍力を背景にアメリカと戦ってきたようですけれども、物量に勝る米軍に上陸されて、そういう沖縄が戦場になって、たくさんの民間人や軍人が大きな犠牲になったというところは他の県ではなかったと思います。沖縄が唯一の戦場だというふうに言えると思いますね。ですから私は戦後の出発点は、石川は収容された避難民が中心になって、石川から沖縄の復興の拠点になったと思います。私の家族からすれば、お父さんが帰ってきてからお父さんの元で生活をするようになったのが私たちの家族の戦後の出発といったら変かもしれませんけれども、生活が開始されたというようなことになります。わかりました。じゃあもっとお話を伺いたいところですけれども、これで一旦締めたいと思います。どうもありがとうございました。はい、どうもお疲れ様。はい、じゃあ引き続きこの後また続けてまいります。で、まあ、これは今お話になった中泊の、を、まあ、米軍が侵攻する様子です。実は恩納村の戦争っていった時にいろいろ写真を調べるんですけども、なかなか少なくてですね、実際にいろいろ探すんですけれども、その数では少ないです。でも次に紹介する中では、その女だけ女村の戦争がうかがえる写真を今から紹介したいと思います。これはですね、はい、アメリカ軍がですね、Sorry, wait a little bit more. We had a little bit of misunderstanding. よろしいですか。はい、こちらはですね、恩納村を侵攻するアメリカ軍です。実はこの米兵のですね、写真のこの、まあ、これなかなか小さいんですけども、この一番手前にいるアメリカ兵はですね、若干笑みを浮かべている様子です。相当余裕を持って女の戦争に向かっているような感じがします。こちらですね、実はマンザモーなんです。実はマンザモーでフットボールをしています。女だけで住民が避難をして、逃げ回っている中、アメリカ軍がマンザモーにキャンプを設けて、有り余った力をですね、こういったフットボールに興じていたという、こういった写真があります。まあ、それだけ全然違う状況で戦争があったということですね。で、これはマンザモーのすぐそばに飛行場が作られました。で、この飛行場から飛んだ偵察機が女岳周辺を飛んで、その後爆弾が落ちてきたという証言が残っています。で、こちらですね、ざっとご説明しますけれども、実はこの恩納村内にたくさんまだ戦争遺跡があります。もしご興味のある方はぜひご相談いただければご案内もできますけれども、たくさん実は戦争で、その記憶が残る戦争遺跡があります。上の2つは住民が避難していた洞窟です。その下は日本軍が実際に戦争で使おうとした、統治下と言われる
統治下と言われる、陣地です。ここでアメリカ軍の上陸に備えて兵隊がこもって戦う、そういった場所も残っています。でこれはですね、実は皆さんのこの、オイストのすぐそばですに住民が、家族ごとで避難するために作った防空壕があります。大きさはこんな感じです。立って、家族 4,5 人が入れるぐらいの大きさなんですね。でどのあたりかっていうと、これオイストですけども、黄色いところ、このあたりの谷にですね、谷に実際残っています。今ちょっと整備があってですね、草を刈ったりいろいろしないといけないんですけども、これは自由に今言ってほしくないんですけども、残っている場所です。はい。で、次にですね、もう時間もしてまいりましたので、実は恩納村の戦争の中でぜひこれは忘れてほしくない、ちゃんと伝えていかないといけない五兄弟というゲリラ戦を行った部隊がいたということなんです。で、五兄弟というのはとにかく先ほど申し上げましたように54万人と13万人という圧倒的な兵力の差がありましたから、まともに戦争をやるとかなわないんですね。すぐにやられてしまう。ですから地元の少年たちを使って、土地勘のある地域のことをよく知っている子どもたちを使ってゲリラ戦を行おうとしたんです。これはアフソ小学校です。今恩納村にあるアフソ小学校、ここで訓練が行われました。実は五兄弟については1枚も写真が残ってません。ゲリラ戦というこの秘密の任務を帯びた部隊だったとも言える、だったからだと言えますけれども、残ってません。ですのでこれはイラストで再現してみます。行軍をする様子ですね、完全武装で、それから歩服前進、半袖だったのでここがどん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 もう傷が治る前に向けてですね、相当痛かった。毎日毎日軍人直輸という、そういったスローガンを読まされて覚えられなければ、捧げつつ銃をずっと持って何時間も立たされた、こんな罰を受けた少年もいたんです。でこういった訓練を受けて戦場に入っていくわけですが、五兄弟、このゲリラ戦を行う部隊の一番の任務が橋を壊すという役割でした。つまりアメリカ軍が侵攻するのを防ぐ、妨害をするということで、これ実際残っている場所です。南恩納に今赤橋という橋で、片側が完全になくなっているんですけども、これは五兄弟が壊した橋です。訓練で培った知識をもとにダイナマイト、爆薬を据えて橋を壊していったんです。でも橋を壊すことによって住民が避難することがとても難しくなってですね、アメリカ軍はすぐ直すことができたようです。アメリカ軍にとっては影響はなかったんですが、避難する住民にとってはとても厳しい状況を生んでしまったわけですね。でこれは一つ証言です。私が実際に聞いた証言のお話ですけれども、だいたい5メートル沖ぐらい、5メートル沖ぐらいに深さが60センチぐらいの穴を掘ってこう隠れるわけですね。ですけれども、その穴に直接この迫撃砲というこういう弾道を描く上から落ちてくる爆弾によって、自分の隣にいた友達、戦友がここから上が全部なくなってここだけ残ってたっていうのを間近に見た映像です。本当にこの時やっぱり怖かったということでしたね。ですから もちろんその、この兵士はもう即死でしたね。これは何かっていうとですね、これ光る葉っぱがあったようです。実際にこう移動したり作戦をするとき、作戦の任務を、作戦をするときには夜間が多いですから、こうやって光る葉っぱを背中につけて、それをたどってですね移動していた。でまた撤退するときもこの光る葉っぱをもう見逃せないように必死で移動していった、そういった証言も聞きました。中にはですね、結局撤退時に
日本軍の軍医によって、銃殺された隊員もいました。つまり撤退の時に一人で歩けない、隊員は捕まって捕虜になると今度は日本軍の情報が漏れてしまうということで、そこで命を絶たれた、そういったことが起きました。これは女だけではなくて、南部の病院号、そういったところでも多数、起きました。この方は、ご教隊の時の体験が、トラウマとして残って、そして PTSD という心の傷を発症させた方です。撤退するときに、戦友に見捨てられるように、お前はここにいとけと、要するに故郷を前にして、大きな川を湾をですね渡ることができずに、そこで一人留め置かれて、やっとのことでふるさとに帰ることができたんですが、戦場での記憶とか友達に捨てられたこと、そういったことが記憶として心の傷として残って、戦後、兵隊幽霊なんていうですね、いうふうにバカにされて戦後をしばらく過ごした、とても厳しい人生を歩んだ方です。でもこの桜は、亡くなったご教隊の69人の分の桜の数を植えて、今平和の、自分は、祈りをここで捧げているということで、毎年今桜を見る、そういった集まりを持っています。もし皆様ねご関心があれば、行っていただきたいなという場所です。これはご教隊の慰霊碑です。で、これも簡単にご紹介しますけれども、この恩納村のこの今のご教隊の戦争を知る上でとてもぜひお勧めしたい映画です。沖縄スパイ戦士という映画があります。まあ、長くはご説明しませんけれども、恩納村のこの、戦争、それからスパイ戦というものが、ね、遊撃戦というのはどういうものだったのかということを、具体的にですね克明に描いたドキュメンタリーの作品です。で、これは実は英語版です。英語版でも見ることができますので、有料配信ですけれども、これもぜひ皆さんご覧になっていただければなというふうに思います。で、これはですね、78年も経ちましたけれども、いろんな問題があります。不発弾が爆発して、大きな怪我をした、これは14年前の事件です。で、その前には、幼稚園の園児も含む4人が亡くなる、そういった事故も起きました。戦後この不発弾 の事故によって710人の人たちが亡くなって、多数の負傷者も出てきました。で、残りの今2000トンと言われる不発弾はあと70年以上かかるとも言われています。まだまだこの戦争の傷、負の遺産というものが残っている状態です。まあ、こういった広報のポスターを貼ってます。海にも石のように見えるものでも、それが、手榴弾だったりすることもあるということです。まあ、皆さんも海に行かれることがあると思いますけれども、ちょっとおかしいなというものについてはぜひ簡単に、触らないでほしいな、まあ、そういった注意喚起のポスターですね。で、これは太平洋戦争で落とされた爆弾の量です。赤は沖縄です。黒は沖縄以外の都道府県で落とされた爆弾です。日本の国土の 0.6% しかない 0.6% しかない沖縄に、日本の本土に落とされた爆弾よりもそれを上回る爆弾を落とされている。まあ、これが結局その不発弾をたくさん今もなお残している、まあ、そういった要因であるということが分かると思います。はい、ここはちょっと飛ばしますので、まとめですけれども、まあ、私自身に対してもそうなんですけれども、まあ、自分のこととしてやっぱりどうやって考えていくのか、戦争のこと、それからやっぱり知らないこと、戦争なんてもう考えなくてもいいやっていうことが続くと、また同じようなことを繰り返すんじゃないか、そういった怖さをぜひ一人一人がやっぱり考える必要があるんじゃないかと。で、黙認、傍観、放置、そういったことをやっぱりすべきじゃないんじゃないかなと思います。そしてやっぱり二度と戦争しないための努力と知恵を、要するに歴史から学ぶ、そういった努力を続けていくことが大事なんじゃないかなと思います。で、最後、これはですね、立体駐車場から
撮った写真です。とても皆さんいい環境で研究を続けられているなと思いますけれども、この海、実は78年前アメリカの軍艦に突っ込む、これは特攻機の様子です。平邦夫さんというご兄弟の方が自分の記憶をもとに描いてくれました。その時は良かった良かったと思いながら、特攻機で命を懸けて突っ込んでいったあの隊員は、もう命がそこそこで尽きてしまって、今から思ったら本当に、とても辛かったなと、今から考えればなんであんな戦争したのかなということを思いながら絵にされたようです。で、これは女だけですね、それからブートだけ、住民が避難し、ご兄弟が戦った、その戦闘した場所です。まあ、皆さんがこの今本当にこの学問研究を続けられている場所が、こういった戦争があったところが近くにあるんだということ、そのことをぜひ忘れずに、今後も、素晴らしい研究を続けていっていただきたいと思います。大変ちょっと、駆け足になりましたけれども、以上で終了いたします。どうもありがとうございました。瀬戸さん、山内さん、本当に貴重なお話をありがとうございます。 Thank you very much for your talk and sharing your story with us today. So we'll move to our Q&A session. Sorry, we are a little bit of overtime. I think, so we will do like 10 minutes, 15 minutes. If you need to leave, please leave. But if you can stay and ask questions, please ask your questions. So, Mani,before we move on to the questions, I have a few announcements. There will be tea time outside in the lobby of the auditorium, and we will prepare tea and refreshments. For I hope we can freely share what we felt today during this talk. And Seto-san and Yamauchi-san will be there, so if you have any questions to ask them, please feel free to. Also, we will have a survey. We will send out the email, or you can scan the QR code on your way out. So we appreciate your feedback to plan our future events next time. それでは準備ができたようですので、質問の時間に移りたいと思います。Now we will start Q&A session. Please raise your hand if you have any questions. I can also start asking questions that we received in advance. 事前にいただいた質問をいくつかお伺いしたいと思います。How do Okinawan people observe this day? How can we support and respect our Okinawan colleagues and neighbors?沖縄の方々はこの慰霊の日をどのように見ていらっしゃいますか。どのように私たちはこの慰霊の日というものに対してですね、サポートをしたり、その敬意を払って、沖縄の方たちやその沖縄の隣人の方々に敬意を払って何かできることがありますでしょうか。6月は私の6月とこは私の誕生日でもあります。で、6月23日というのは
沖縄における地上戦、唯一の地上戦の中で20万人以上の人たちが魂、そしてそれが安らかに過ごしていけるように祈る大切な6月23日ではないかというふうに思っております。Well, June is an important month of the year. One is that it's my birthday month, and also on June 23rd, it's a single day for Okinawan people to let the people of more than 200,000 people we wish for their rest in peace. That is an important day for Okinawan people.はい、私からはその何ができるかという話ですが、今日こうやってお話を皆さん聞いていただいたと思うんですが、やはり沖縄に関する、戦績、戦争の後ですね、後だったり、それから沖縄戦に関する、映像だったり、そういった少しでも沖縄であったことを何だったんだろうということをまず考えてほしいなというふうに思います。From myself, I'd like to tell you what we could do. So I hope, I wish that the, everyone of us try to search what was going on during the war. Maybe you can visit some remains of the war, and maybe you can think together.What was the battle of Okinawa? はい、ありがとう。平和の礎、平和の礎という糸満市に平和の礎があります。6月23日、とても人が多いですが、そちらに足を運んでみるというのも一つの方法かもしれません。In Itoman City in Okinawa, southern part of Okinawa, there is a place called Stones for Peace, Heiwa no Ishiji. There will be a lot of people gathering on June 23rd on that day around that area. But if you have a chance, please visit Heiwa no Ishiji, Stones for Peace on this day. はい、ありがとうございます。会場の皆さんからはい、お願いします。真ん中の メラニーさん。Thank you very much for a really fascinating and moving talk today. I wanted to ask, what do young Okinawan people feel aboutthe history of the Battle of Okinawa nowadays? Are they interested, and how do you keep them interested? What are their feelings about it now? Today's children. はい、大変感動的なお話をありがとうございました。私の質問はですね、今日の若い沖縄の人たちは、この沖縄戦の歴史に関して、どのように、感じているんでしょうか。そして、彼らがどう考えているかということと、あとどのように彼らにこの歴史をですね、心に刻ませ続けるためにどういったことが行われているでしょうか。はい、恩納村でもですね、今、小学校中学校で、平和学習というのをやってます。で、体験者のお話を聞いたり、戦争があった場所に行ったり、で証言を実際に読んでみたり、そういった、何があったのかということをまず知り、そして、昔のこととして考えるんじゃなくて、自分たちがそのことを学ぶことで未来が平和になるため その、学びであるってこと、そういったことを実感するように今続けてます。二度と戦争しないっていうためにやっぱり学習をするっていうことが大事だと思います。あ、じゃあ、あと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 、
In Ono Village, at every elementary school and junior high school, we conduct education for peace. And there, we listen to the people who experienced the Battle of Okinawa, and we sometimes, the students sometimes visit the remains or the past battlefields, and or sometimes they read the testimonies of war experienced people together. And so the first thing is to know about the history of Battle of Okinawa, and then as their own issues, through their learning, they try to think together how to build up peace for the future. And they reinforce their determination not to cause any war again. Please. 過去は私たちの変えることはできません。で、沖縄の礎の中に含まれているというんでしょうか、精神というんでしょうかね、沖縄の地上戦で負けた人々、勝った人々も祀られています。それを作ってくれたのが太田知事という方です。この方は私の父とやや同じような状況の下で過ごしてきた方です。この本は、この方はたくさんの戦績を書いて残しております。ですから、戦争を起こすのも人間、戦争をさせないのも人間です。したがって、生きている若い人々がこれからの未来を平和で築くためには、歴史を学び、そして政治の方向がどこに向いているかということに対して、真剣に学問の力でそれを阻止していくような勢力のある、意識のある人々がもっと増えていくようことを私は希望いたします。 Let me add my opinion. People cannot change the past, but people can change the future. And as we said, there are lots of names inscribed in the Stones for Peace. And these names include not only the defeated side, Okinawan or Japanese side, but also the other side, US side as well. And also, maybe you have heard of the Governor Ota, the past governor of Okinawa Prefecture, and his situation, personal history, was similar to my father's personal history. He went to the U.S. for some time and came back. And he wrote many, many books about the Battle of Okinawa. And so I want to stress this thing. People creates war, but people can create peace. And this is my strongest message to the young people for the future, that please build up peace, and please learn the history, and please look at what the political orientation is like now. Please think seriously, and through the power of learning and education, please raise the consciousness and increase the people of young people who tackle for the peace, and let's have hope together.
ありがとうございます。すみません、ちょっと時間が迫ってきておりますので、あと、一つ質問をお伺いしたいと思います。It's not really a question, but I just thought I would give some examples to answer Heather's question. I'm half Okinawan, so I grew up in Okinawa. So to give some examples, in elementary school, I remember every Wednesdays, the people from PTA, our parents would come over to tell stories and read books about the war. And in middle school and high school, we had some peace education projects. So we had like poster presentations where students research about the war and gather information. We also went on hikes to go around the caves that people used to hide in and kind of go over the history of that. And we had a lot of events like these where we had the elderly come over and tell us their stories. So yeah, just sharing my experience. はい、私の質問ではないんですけれど、私は沖縄で育ちました。で、私が覚えていることはですね、小学校の時はやはりこういった平和教育みたいな感じで、PTA の方々なども、共同して、こういったお話し会みたいなのをやったということ。そして中学校や高校では学生たちがポスタープレゼンテーションをやったり、あとなんか調査をしたりしました。またガマをも訪れて、その一緒にその歴史を勉強したりですね、このようなイベントをいろいろ行わせてもらいました。はい、共有いただきましてありがとうございます。それでは、本日の講演会をこちらで終了させていただきます。本日は瀬戸様、山内様、お一緒にお越しいただきまして誠にありがとうございました。Thank you very much, Mr. Seto and Mr. Yamauchi, for coming to OIST. And thank you also very much for today's interpreter, Mari Takenouchi-san.オイストからささやかではありますけれども、感謝の気持ちとしてオイストグッズをプレゼントさせていただきます。 We would like to give gift We'd like the オイストグッズ for the appreciation of today's talk.